サマンサ・クリストフォーレッティは、イタリア出身の欧州宇宙機関所属宇宙飛行士、イタリア空軍のパイロット、エンジニアである、ヨーロッパ人宇宙飛行士としての宇宙、連続滞在時間の記録を持つ。また、2017年にペギー・ウィットソン、またその後、クリスティーナ・コックに破られるまで、女性の一度の宇宙滞在時間の最長記録を持っていた。彼女は、宇宙を訪れた。 最初のイタリア人女性であり、2022年には、再び国際宇宙ステーションに行くことが予定されている。イタリア共和国功労勲章受賞者、クリストフォレッティは、1977年にミラノで生まれ、子供時代をマレで過ごした。18歳の時、AF 図交換留学プログラムでアメリカ合衆国を訪れ、スペースキャンプに参加した。 彼女はボルツァーの及びトレントで学び、ミュンヘン工科大学を卒業して、機械工学の学位を取得した。その後、トゥールーズのイサ・エスパエロ、モスクワのメンデレーフ記念度シア科学技術大学にも、通い、ナポリ大学で、航空科学を収めた。さらに、ポッツオーリの空軍士官学校に通い、イタリア空軍で女性として、初めての注意、戦闘機パイロットとなった。 スペースキャンプの卒業生で軌道を訪れたのは、彼女が二人目だった。訓練の一環として、ユーロ、ナトージョイントジェットパイロットトレーニングを完了した。SF-260、T-37、メガバイト -339A、メガバイト -339CD、33 AMX という6機種の軍用機で、500時間以上の飛行経験を持つ。 クリストフォレッティは、欧州宇宙機関により、8000人の候補者の中から、2009年に、宇宙飛行士に選ばれた。サマンサ・クリスタファレティ・イン、A スペシャル、スリープバックザット・ストップス・ザ・パーソン・フロム・ドリフティング、アラウンド・イン・ザ・マイクロ、G ・エンバイロメント・オブ・ ISS。2012年7月3日、欧州宇宙機関は、クリストフォレッティが2014年に長期間、 ISS に滞在するミッションに参加する予定であると発表した。2014年11月23日、クリストホレッキと他の二人の宇宙飛行士はカザフスタンのバイコヌール宇宙基地よりソユーズとママイナス 15M で打ち上げられた。約6時間後には ISS とのドッキングに成功した。三人は2015年6月11日に地球に帰還した。 宇宙滞在は199日となり、女性として一度のミッションでの宇宙滞在記録を樹立した。それまで、アメリカ航空宇宙局のスニータ・ウィリアムスが、第33次長期滞在で195日間、滞在したのが最長であった。この記録は、2017年6月5日に、第52次長期滞在のペギー・ウィットソン、2019年12月28日に、 第60次長期滞在のクリスティーナ・コックにより更新された。ISS での彼女のミッションはフーツラと呼ばれた。滞在中、また月や火星の軌道への長期滞在を模擬した様々な科学実験を行った。ATV-5 から離脱する際にはメインの操縦を行った。2015年2月、8から9歳の児童が彼女自身が宇宙で行った訓練に9週間の プログラムで挑戦するミッション X トレーンライクアンアストロノートというアウトリーチプログラムを開始した。また、最循航空機の中で光合成を行うスピルリナをどのように食料にし得るかというアウトリーチも行っている。彼女は1回、最大3回の宇宙遊泳が予定されていたが、2014年10月にシグナス CRSOB-3 の打ち上げが失敗し、 必要な機材が届かなかったため、行われなかった。彼女は、銀河ヒッチハイクガイドのシャツを着て、生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えのシャツを着た、同僚のアントン・シュカプレロフと一緒に写真を撮った。第42次長期滞在のブログには、ドンとパニックという特別セクションがある。2015年4月、ドラゴンは無重力で動作する。 初のエスプレッソマシンであるエスプレッソを運んできた。彼女はこれを設置し、5月3日に宇宙で最初の一杯を抽出し、スタートレックに登場する宇宙艦隊スターフリートのユニフォームを着た自身の写真にブラックコーヒーが好物のスタートレックボイジャーの主人公キャスリン・ジェインウェイの言葉をもじったジェアーズ・コーヒー・インザット・ネビュラ I mean, in ザッ a t dragon という文章を添えて、ツイッターに投稿した。スタートレックでスポックを演じているレナード・ニモイの死去の、翌日にあたる2月28日、キューポラにて、シャツにスターフリートのピンをつけて、バルカンサリュートをする自身の写真を撮影した。ロシアの2機のロケットの打ち上げが失敗し、地球への期間が1ヶ月伸びたことで、ヨーロッパ人として、 また女性としての宇宙滞在記録を更新することとなった。2015年7月16日には国で最高の名誉であるイタリア共和国功労勲章を受賞した。授与した大統領のセルジョ・マッタレラは彼女はすべてのイタリア人から優しさと愛情を持ってフォローされてきたと語った。クリストフォレッティは2019年6月10日から22日に 行われたネーモ23のミッションを引いた。このミッションでは海底で新宇宙探査や月探査のための技術や装置を試験した。2022年春には ISS への2度目の飛行が予定されている。これはスターライナーまたはクルードラゴンを用いた NASA にとって4度目の商業上院輸送プログラムとなる。イタリア語、英語、ドイツ語、フランス語。 ロシア語を話すことができ、現在、中国語を勉強している。2016年11月、ドイツのケルンで女の子を出産した。イタリア紙によると、子供の父親は、フランス人の宇宙飛行士インストラクターと言われている。ありがとうございます。